タウン1987年撮影カンブリア軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は14万3679人であり、2000年の15万2598人から5.8%減少した。軍庁所在地はエベンスバーグボロであり、同軍で、 人口最大の都市はジョンズタウン市である。カンブリア軍はジョンズタウン大都市圏に属している。1804年3月26日にハンティンドン軍とサマセット軍の一部を合わせて設立された。軍名はウェールズの古名から取られた。2008年11月時点でカンブリア軍には92,456人の登録有権者がいた。有権者登録では 圧倒的に民主党が優勢であり、軍役人を独占しているが、州レベルの選挙では激戦区となり、2008年の選挙では、州の役人当選者の4人がすべてカンブリア軍を制した。州内でも最大級に競合が激しい軍である。2000年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のアルゴアが、軍総投票数の50.3%を獲得し、対する、 共和党のジョージ・ W ・ブッシュは46.4%だった。2004年では、ブッシュは50.8%を取って、軍を制し、民主党のジョン・ケリーは48.7%だった。2008年では、民主党が盛り返し、バラク・オバマが49.4%、共和党のジョン・マケインは48.7%だった。2011年には、共和党が、 軍政委員会で多数派となり、2012年大統領選挙では、共和党のミッドロムニーが58.1%、オバマは40.1%に終わった。カンブリア軍は、アメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第9、及び第12選挙区に属し、2013年時点では、いずれも共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では、 第35選挙区に属しており、下院では第71、第72及び第73選挙区に属している。2013年時点で上院は民主党、下院も民主党が独占している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は693平方マイルで、あり、このうち陸地688平方マイル。 水域は5平方マイルで、水域率は0.78%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カンブリア軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白。国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域は、 アメリカが州国国政調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村などその他の未編入領域も下記に挙げる。カンブリア軍教育学区の区分図群内には州立公園が2カ所ある。ありがとうございます。